ボンカーウアイは、香港の映画監督、脚本家。中国、上海出身、5歳の時に、香港に移住。香港理工学院へ入学、グラフィックデザインを学ぶ。卒業後テレビの現場を経て、脚本家として、映画界にデビューした。数多くのテレビ、映画の脚本家としての活動を経て、1988年の、今すぐ抱きしめたいで、初メガホンを取り、 第42回カンヌ国際映画祭、批評家週間部門に出品されて、カメラドールにノミネートされる。1990年には1960年代の香港の若者群像を描いた第2作、欲望の翼が独特の語り口調とクリストファード・ドイルの撮影によるスローモーションや手持ちカメラを用いた躍動感あふれる映像で注目を集める。その後、 1994年の恋する惑星では、クエンティン・タランティーノが絶賛し、世界的に有名になった。天使の涙や、ブエノスアイレスでは脚本を書かず、撮影直前に俳優にメモ書き程度の指示を与え、即興による演技をさせて話題に、実験的な演出の一方で、スターを好んで起用するのも特徴である。2001年に、歌謡年下で、 セザール賞・米国語映画賞を受賞する。木村拓也が出演する映画2046の監督として日本でも話題になった。2006年の第59回カンヌ国際映画祭では審査委員長を務めた。2007年のマイブルーベリーナイツで初の英語作品を手掛けた。2013年には第63回ベルリン国際映画祭の審査委員長を務め。 自身の作品、グランドマスターがオープニング作品として上映された。また、2013年5月には、フランスレジオンドヌール勲章コマンドゥールを受賞した。2015年のメトロポリタン美術館での展覧会、チャイナ、スルーザ・ルッキング・グラスで、芸術監督を務める。ウォンカー・ウアイ監督に、フッツ勲章、コマンドゥール授与、トニー・レオンも祝福。 インスイートチャイナ、オリジナルの2015年6月9日、時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ onvy52021 年1月19日閲覧。ありがとうございます。